東急7200系電車は、1967年3月27日に営業運転を開始した東京急行電鉄の通勤系電車。1967年から1972年にかけて53両が導入され、田園都市線、東横線、目鎌線、大井町線、及び池上線で使用されたが、線経営及び 新3000系による置き換え並びに、VVVF 制御車両7600系への改造などにより、2000年8月4日をもって通常の営業運転を終了し、同年11月12日に池上線と東急玉川線でさよなら運転を行った。その後は1991年に電気検測車及びその動力車へ改造された事業用車2両が在籍していた。ただし、 デア7200は2013年11月に除籍されたが、デア7290は2013年度末時点で在籍している。1998年には、軌道検測車サヤ7590が導入された。東急では1962年から東横線の輸送力増強及び地下鉄日比谷線のリレーレ用として7000系を設計、導入し、 1966年からは、田園都市線の溝の口駅長津田駅間、延伸用に引き続き7000系を増備した。しかし、7000系は、地下鉄乗り入れに必要な性能を満たすため、全電動車方式であり、東横線では急行用としてもその性能が、活かされたが、東横線以外の各線では、必ずしも、そこまでの性能を必要としておらず、 導入費及び保守費の高さが問題となっていた。そこで7000系の量数が134両に達した1967年に MT 比を1対1としたモデルチェンジ車として7200系を設計、導入した。車体は7000系同様の18メートル級オールステンレス車体で、側面の客用ドアは3カ所。ただし、正面は区の事情に上下左右に折れ曲がった。 ダイヤモンドカットと呼ばれる特徴的なデザインを有する。車両番号の下二桁が50番台の車両は東洋電気製造製の制御装置を搭載し、それ以外の車両は日立製作所製の制御装置を搭載する。なお、当初は東洋車についても0番台であったが、途中で変更、改版されており、合わせて日立車にも改版が発生した。抵抗制御方式。 高い自調整機もしくは高い自制御機による回生ブレーキを使用している。主電動機出力1 1 0ット歯車比は日立製、東洋製とも5.73である。95000系と同じく 1M 方式で、電動車と付随車の組み合わせにより自在に経済的な編成を蘇生することが可能である。同系よりも低格速度は低い。起動加速度は MT 比1、1で、 時速 2.5kmS2-1 で時速 2.8kmS3-1 で時速 3.2kmS であるメカマ線、池上線での運用を考慮し、車幅を地方鉄道車両定規に収め、当時の東急の鉄道線全線に入線可能とした地上線専用として屋根、天井が高くなった車体断面は8 0 0 0系へとつながる。 東急の軌道専用のデハ150型に続いて、関東大手私鉄の鉄道専用車両で、戦後初めて一段加工式窓を採用した、メカマ線と池上線での運用時は、両線で初の冷房車となった。冷房装置は8000系と同一の分散式を各車に4機搭載する。台車は、電動車が TS-802 系、付随車は、 b-707 型パイオニア台車とした。連結面は、広幅貫通路であるため、後の3両編成家事に連結面と編成中間に、組み込まれた、デュハ7200系の運転台側を連結する際は、8500系の付随車代用として区ハ8000型を、組み込んだ、編成の当該連結面や、貫通扉増設車の連結面と同様に、連結面側の貫通路を、 ステンレス板で狭めて対応していた。多摩電園都市の開発により急速に乗客が増加していた電園都市線へ1967年から1968年にかけて導入されたほか、1972年には一、編成のみではあるが、メカマ線初の冷房車としてメカマ線にも導入された。当初は電園都市線用として製造された本系列登場時の道線は、 大井町駅、三沼駅間を4両編成で、同駅で2両を切り離して、異性を2両編成で運転していたため、2両プラスに、両の編成を基本としていた。前世紀には、メカマ線用の3両編成1本を除いて、田園都市線と東横線で使用された。そして1980年代半ば以降は、メカマ線と池上線で使用された。なお、 東横線での急行運用時は7000系、6000系、8000系と同様に戦闘車の前面と側面に、急行の種別板を装着して運用していた。当初の計画では、デハ7200系、デハ7300系、サハ7400系、クハ7500系の4形式を予定していたが、実際に製造されたのは、下記の4形式53両である。なお、 以下に示す番号は、開番後のものである。デファ 7200K1967 年に登場した渋谷向き制御電動車。オールステンレス車が22両とアルミ車が1両、製造された。デファ 7300K1969 年に登場した中間電動車。オールステンレス車が3両製造された。 当初は4両編成用の中間車として製造されたため電動発電機と空気圧縮機を搭載していなかったが3両編成化を考慮して1980から81年にかけて全車がこれらの機器を搭載したこの際空気圧縮機のみは旧品の C-1000 型が流用されたが1987年に HS-20G 型に交換されている デファ 7400K1969 年に登場した中間電動車、オールステンレス車が4両製造された。デファ7300型と違い、製造当初より電動発電機と空気圧縮機を搭載するため形式が分けられた。東洋車がデファ7300型より1両多いのは、下季のメカマ専用新生冷房車に3両編成の中間車として製造されたためである。 デファ7402から7600系に変入改造されたデファ7673も当初は本形式のままであったが更新時にデファ7670型に変入されているクハ7500系1967年に登場した桜木町無規制魚車オールステンレス車が22両とアルミ車が1両製造された冷房化後は 電源用の電動発電機、または静止系インバータを搭載した。7200系さ用なら運転の様子メカマ線において、最後まで使用された編成は、以下の4両編成8本である。目黒・ロ、田 3M1T 編成 2M2、T 編成最終的にメカマ線に配置された7200系は、同線で終焉を迎える。編成は、3M1T 車が7本、2M2T 車が1本である。 同線の4両編成での電動膜は7251編成のみ使用可能であった。なお、8本のうち7205編成は予備的な存在であり使用されることはほとんどなかった。これはメカマ線で運用されている7 7 0 0 k 2 m に T の起動加速度は時速 3.0kmS7200K。S 3M1T の軌道加速度が時速 3.2kmS であるのに対し、2M2T 素性である7205編成では時速 2.5kmS と低く、運行ダイヤに乗りにくいためであった。しかし、7700系のワンマン加工時等で予備車の不足が発生する1999年頃からは使用されることとなる。また、 後年の変化として1995年より7201編成、7206編成、7203編成の3編成12両で化粧版修繕工事が実施された。これは登場から30年近く経年し、化粧版が老朽化したためである。このほか1996年には、区ハ7501特ハ7508の パイオニア台車を 7700K7915 編成の改造工事による同編成から不要となった付随台車を改造したものに交換した。デファ7200クハ7500はアルミ車体の試作車両として製造された。これはメーカーであり東急グループである東急車両製造のアルミ車製作技術習得の目的があった。当初は無塗装であったが、 汚れが目立ちやすかったため後にメタリック。外観は、コルゲートがステンレス車に比べ少ない、膜板部分のコルゲートがないなど、ステンレス車より若干平滑なデザインになっている。当初は、他の7200系編成と共に運用され、旧田園都市線と東横線を経て、1980年から1989年まで、子供の国線専用車として活躍した。この際、 黄緑色の帯を車体に貼り、子供の国のマークを貼って運転された。その後の電源都市線の ATC 化に伴い、仙台の動力車で、波3499と、河川計測車でや3001が動線を走行できなく、なるのを受けて、出ュ7200は、両運転台、動力車化の改造を受けて、出ュ7202、区波7500は、両運転台、電動車。 河川試験車化の改造を受けて、デア7290とした。7200は改造当初で、歯のままであったが、1996年に、出会いと変更されている。両運化に伴う新設側運転台は、切り形で配管が露出し、方向膜は、正面左側窓に吊り下げ式の簡易な構造。両車とも、ATC 車上装置を搭載し、マスコンは、 多系列と共通のワンハンドル式としたが、ブレーキ方式は、多系列の電気指令式とは異なり、心臓時からの電磁直通式、HSCR を、HRD に近い機構に改造して使用している。また、HRD のほ9000系などのハーブレーキの制御指令の読み替えをする、こともできるが、新3000系などのハードには対応していない。なお、 工述するザヤ7590のブレーキは HRD となっている。車体がき赤、青の派手な塗装であることから派手車という愛称もあった。また、デア7200の室内と袋クロブには子供の国船専用車時代のイラストが広告枠ごと残されていた。廃車前日の2013年11月10日。 とどろき陸上競技場前広場で展示されたデア7200機数月に、東急全線を呼び、横浜高速鉄道港未来線を3両で、検測走行したほか、不定期で鞘や7590を抜いた2両で、ATC 車上装置を搭載しない、池上線、東急玉川線の車両の車輪転作や、検査などでの回送牽引車として使用された。境地制御機を撤去しているため、 改正ブレーキ機能を持たないほか、立行時の弱め開示制御ができないため中速以上の加速性能も悪くなっている。2012年3月に新検測車となる7500系、トックアイが導入されるのに伴い、同年2月26日にさよなら運転を行った。なお、さや7590は置き換えはされず、連結相手を7500系、トックアイに変更し、継続して使用される。 一方、デア7200は2013年11月10日の J リーグ川崎フロンターレの試合前、イベントとして、とどろき陸上競技場前広場で展示、公開後に解体。デア7290も2014年9月の東急電車祭り院長津田で展示されたのを最後に廃車となった。当時検索車として使用されていたデア7200デア7290に組み込んで使用する。 自動検測車として、鞘7590が1998年1月に製造された。入籍は同年3月30日。本格的な稼働は同年5月からである。車体についてはステンレス構成となっており、外観は当時使用されていた検測車でや7200、でや7290に合わせたカラーリングをまとっている。 連結面よりは8000系同様の貫通開き戸を設置しているほか、側面には作業者の出入り用の側開き戸が設置されている。側面には側窓が4箇所設置されており、中央の2箇所は固定窓、連結面よりの2箇所は開閉可能な加工窓構造となっている。空調装置は9 0 0 0カロリー H 容量の冷房装置を2台搭載し、車内には 扇風機3台が設置されている。台車については、検測装置を取り付けることから、3台車方式となっている。両端の台車は、TS-333 型で空気バネ方式。中間の台車は、TS-334 型で、コイルバネ方式である。いずれも、軸箱指示は、軸箱盛り方式で、基礎ブレーキ装置は、TS-333 型の魅了。 抱き踏み面ブレーキを装備しており、中間台車の TS-334 型にはブレーキを装備していない。台車には渦電流式変異検出器、公式レール変異検出器、ガードレール検出器といった各種検出器が装備されている。また、軌道検測時の精度を確保するため、滑走防止装置が設けられている。連結器は、 動力者との頻繁な連結、開放作業が行われることから自動密着連結機構造となっている。室内は当時主力車両として使用されていた8000系の室内更新車に準じた内装カラーとしている。室内の中央付近は高床構造として検測機器を設置している。上り側にはロッカーと打ち合わせ用のテーブルを配置し、 下り寄りには3人掛けのロングシートが両側面に設置されている。本車両に搭載される。軌道検測装置は以下の10点で構成されている。上記のアルミ試作車2両と7600系に改造された給料を除く42両全車型。鉄道事業車2乗とされ、2012年3月末実現在で、そのうち34両が営業運転に使用されている。 上田交通7200系、出羽7200系、区羽7500系、各5両の、軽重量が1993年に上渡された。1000系の入線に伴い2018年5月を、もって引退、豊橋鉄道と、東急車両製造に、各2両が再上渡された。豊橋鉄道1800系、出羽7200系15両、出羽7300系3両、 デハ7400系3両、区派7500系9両の、計30両が2000年に譲渡された。デハ7200系のうち3両は、部品取り車となったが、2001年に火災により、営業運転中の車両が2両廃車されたため2両が、その代替車となり、残り1両も2008年に、上田電鉄からの譲渡車と編成を組んで、営業運転に使用されている。 戸和田観光電鉄もは7200系、もは7300系、では7200系2両が、両運転台構造に改造された上で、2002年に譲渡され、もは7204もは7305となった。新設側の運転台は、切りづま形で、伊豆急行の8000系先頭車か改造車に類似している。2012年3月31日、廃線に伴い全廃。 2014年6月、大井川鉄道に再譲渡された、大井川鉄道2014年6月、廃止となった、戸和田観光電鉄から2両の譲渡を受けた。運行開始時期は2014年の冬を予定していたが、諸事情で約2ヶ月遅れ、2015年2月23日からの運行開始となった。運行開始以降2両編成での運用が続いていたが、 2019年6月より全線での炭鉱運転を開始した。このほか伊豆急行の1960年代の下記、多客自由送に出破3600系、区破3670型や7000系などと同じく同社に貸し出されたことがある。静岡鉄道1000系静岡鉄道の1000系電車は、車体や台車等一部の仕様が本系列に準ずる。詳細は、 静岡鉄道1000系電車を山椒と和田観光電鉄7200系電車に関するカテゴリー大井川鉄道7200系電車に関するカテゴリーありがとうございます。